Welcome to Happily Ever After Podcast episode number One。え本日のゲストはえ世界の中妻が力を生かせる社会を目指す中妻キャリア支援事業キャリアマークを共同経営されている鎌田薫さんです。え鎌田さんは東京でもうすごい私から見たらもう超おしゃれなバリキャリっていう感じのキャリアを歩まれていたんですけれどもお子さんの育休中にえ旦那さんがロンドン 転勤ににになってて一、えー、一旦キャリアを中断ししロンドンド緒に行かれましたそこでご自分を見つめ直す機会があって、えー、現地で、えー、日本女性向けの大きいコミュニティを立ち上げました。で今はものすごく大きいコミュニティに育っていて、えー、鎌田さん自身は、えー、もう日本に帰られてるんですけれども、えー、今もすごく、えー、大きいコミュニティでロンドンで。 えー、たくさんの日本女性が参加されてているそそうですそして日本に帰られた後は、えー、ウェブメディアの編集長をされた後、まあ、今のお仕事をされてるわけなんですけれども、まあ、いわゆるパラレルキャリアで、お子さんも2人いらっしゃって、なんか、いつ、<laughs> どうやってそれをやってるんだろうって思ったんですけれども、それまあ時間管理のお話であるとか、あとは、やっぱり女性は、 キャリアの中断とかキャリアの変更とか、まあ、ライフスタイルに合わせて、まあ、自分の意思とは関係なくそういうこともしなきゃいけないっていう立場になることが多いかと思われるんですけれどもえそういう方の参考になるようなエピソードだと思いますよく置かれた場所で咲きなさいって言われるんですけれども彼女の場合は置かれた場所で咲くだけでなく周りの人を巻き込んで、えー、大輪の花を咲かせながらそしてその花の <laughs> パワーを周りに返していくようなそんなすごい あのパワーがあって、まあ、人徳もあるような方だなと思いましたでは最後までお楽しみくださいこんにちは大人の女性がもやもやした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど 周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。 リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問、リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。<laughs> 今日は世界の駐妻、えー、駐在員と帯同されて外国に行く配偶者の こと中妻って呼んでるんででるすけど世界の中妻が力を生かせる社会を目指す中妻キャリア支援事業キャリアマークを共同経営されているルさ,さんは生命保険会社リクルートを経てハリウッドビューティーサロンの総支配人として六本木ヒルズでお勤めされていました。 が育休復帰直前に旦那さんのロンドン赴任が決まりお仕事を中,在中断されて帯同されましたロンドンでご自分を見直す機会があり現地で日本人向けコミュニティを立ち上げましたそして帰国後<ん>女性の多様な働き方を応援するウェブメディアラシックの編集長を経て中妻キャリア支援キャリアマークの共同代表としてまたウィメンズキャリアメンターとして パラレルに働きながら女性のキャリア支援を行っていますカオルさん今日はどうぞよろしくお願いいたしますあはいどうぞよろしくお願いします今日はありがとうございますあ,ありがとうございます実は私あのこのリスナーさんとか <laughs> 中妻さん <laughs> 結構いらっしゃるみたいで <laughs> あそうなんですかいろいろメッセージとか相談とかを受けるんですけれども <laughs> あのだからずーっと中妻さんの,あのそれ やっぱ独特のなんか途中でライフ、ライフプランが変わっちゃったりとか。うん、そうなんですよ、うん。そういうお悩みがあると思ったので、ずっとそういうサポートをされている方を探してて。あら、そうなんで,、ね、んです。うん、だから今日はどうもありがとうございます。<laughs> 本当にあ。ありがとうございます。嬉しいです。<laughs> はい、じゃあ、かおるさん、はい、まず自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、皆様改めまして、鎌田かおると申します。私は、あの、今は、あの、世田谷に住んでおります。 出身は横浜出身になっていてあのここまではずっと横浜にいてでお仕事あの簡単な略歴は全部由りさんが話してくださったのでじゃあそれぞれでどんな仕事をしてたのかって、まあ、簡単にお話をするとあの、まあ、生命保険会社では。 新入社員研修ということで同じような研修を受けてあの営業の経験が半年ぐらいあったりとかその後はあのは本社の方で銀行の,あの窓杯関連の研修のお仕事としてあの丸の内でいわゆる丸の内 OL 的にあのお仕事してましたでそう OL といってもあの、うん、と総合職として入社をしたので当時 男性の同期が100名のうちの,あの女性が2人っていうところでそう入社させていただいてな昔2003年入社なんですけど昔の金融の女性総合職って女性らしさを生かすっていうよりは見た目女性なんだけど男らしく働けるパワフルな人みたいな,なんかそんな軸であの採用されたんじゃないかなと思います。でああのまあ 女性であることが特別な環境じゃなくて、あのそこの性別は関係なく、フラットにあの頑張れる環境に行きたいなと思って、リクルートに転職をしました。でリクルートっていうとあの、人材紹介業のイメージがあるかもしれないんですけど、私はあのホットペッパービューティーっていうフリーペーパーのインターネット版かの立ち上げの時期に入りました。でそのの仕事で面白かったのは 当2010年ぐらいだったんですけどまだ美容室をインターネットで検索をしてあの予約をするっていうのが全くない時代だったんです。えそう具体的に言うとまだあの美容師さんパソコン触ってませんとかそういう時代<ー>、うん、にあの近い将来は美,あの美容師さんのパソコンを使いこなして。 でお客様はみんなネットで美容室を探してネットでそのままポチッと押して予約をするのを当たり前に作っていこうみたいなそうそれを作っていく仕事をしたのであの今はまあ,あの新規事業っていう形でいろんなことをチャレンジしてるんですけどこの時の,その世の中にない当たり前って自分たちで作っていくことができるんだっていう経験がすごく影響してるなと思います。 すリクルート、ね、すごいでんかそのリクルートから起業されてる方とかたくさんいらっしゃるから、うん、なんかすごいんだろうなない<あ>と思って<う> <laughs> まああの基本はその「お前はどうしたい?」っていつも言われるんですよ。 そう,そう指示があるっていうよりはそういう中であの自分がどうしていきたいかって考えて自分で動いていくっていうことを学ぶしあとやっぱりあんまり長く会社にい,いる前提の方がいなくて基本はもうここで学んで出ていくっていう<ー>だからキャリアセミナーとかもあの会社の中でどうキャリアを積んでいくっていうよりは自分の人生どう歩んでいきたいかとか。 それに対してじゃあ今何をしていくのかとかそういう人生全般のキャリアのセミナーをやってくれてましたね。そうなんですね。で、その、そこからの、うんえー、お客様がハリウッドビューティーサロンだったんでしたっけそうだったんです。 客顧客にねなってくれなかったんですけどリクルート時代の,あの新入社員の時に六本木と銀座のエリア美容室のエリアを担当したことがあってその頃にあに飛び込み営業で出会ったのがハリウッドビューティーサロンの社長で,<っ>であの日本で一番初めにできたビューティーサロンでだったので,で六本木ヒューズの中にあってだから当時そのホットペッパーにうちのサロンが乗ったらあの美容業界への影響度が大きすぎるから絶対乗らないって言われていて。<laughs> もう断られまずっとクライアントになってくれなかったんですが私の働きぶりを見てくれてあの29歳気づいたら独身彼氏なしみたいなで仕事ばっかりやっていた私のところにポッと連絡が来て「あの人生どう考えてるんだ」って仕事だけでガンガン成績上げてあの評価されるのも面白いかもしれないけどもっと 世の中には素敵なものがあったり素敵な人があったりいたりいいものがあるって君は視野が狭くなりすぎてるからもっとあの違う舞台で頑張った方がいいんじゃないかってそのパワーを生かす場所を変えた方がいいんじゃないかって言われていやそれはなんとなく分かりますけど <laughs> どうすればいいんでしょうねって思っていた時にあのいい場所があるどこですか教えてくださいって言ったらうちの会社に来いって。 すごいなその社長さん。<laughs> そう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 でちょうどリクルートでもあのマネジメントのに上がれる試験があってそこを面接受けたりとかしていて同時進行でそうそうそ,うそこもあの合格させてもらったんですけどどっちがいいかなってあの悩んでハリウッドビューティーサロンに当時は副支配人として入社をさせてもらいました。<ー>うん。でそこではあのまあ、ビューティーサロンなのでお客様の ね、なんか接客っていうところももちろんありましたがあの結構化粧品会社があったり専門学校があったりとか大きな会社だったので、まあ、グループ全体として、まあ、どうやってその経営をしていくかっていうところをあの社長の右上としてお仕事させていただいたりとか本当接客からそのビジネス全般まで幅広くもう人事もやったし何でもやらせてもらえたっていう7年間かな7年間でしたすごいいい経験ですね。 そうです。うん、うん、ここであの、こう何でもとにかくトライさせてもらえたっていうことが。本当に大きかったですね。うん、うん、うん、うん。なんかでも、あ、その間に旦那さんとおし、知り合って結婚したっていう感じなんですか。うん、あそうなんです。そうなんです。うん、うん,うん。でも、あの、私地方出身なんで、はい、あの、横浜出身。うんうん 大手町 OL それから六本木ヒルズとかもなんかもうかっこよすぎて結構華々しいですよね <laughs> 確かに。いね、いやなんか確かにそうかも私は横浜出身だからすごい東京に憧れていてそう,そういえばその保険会社の時に支社配属の時もあったんですよね。その時に横浜配属だったんですよ えー、ですごい怒ったっていう東京に行きたいのに <laughs> <で>みたいな,おしゃな <laughs> そうそうでも横浜支社と会社の中ではそのあの結構こういい支社だったんですけど<ー>いろいろあるんですよねそういう拠点が。えー、でそこに行くとその出世コースって言われたとこだったんですけど、うん、そういうふうに言われたけど全く刺さらないみたいな「東京な,なんでもう一人の同期の名のか <laughs> 東京の支社で私横浜なんですか?」って怒るみたいな。面白い <laughs> <laughs> いやでも本当に何かそのうん、うん、まあ経歴からも何かバリキャリーみたいな,、はい、なんかもう都会の超バリキャリーみたいなイメージなんですけどあんかでもそれで旦那さんが、はい、えっと育児休暇最初のお子さんの育児休暇中に旦那さんのロンドンフにが決まったっていうことだったんですけど、はい、その時も本当にそんな社長の、はい、右腕として働いてて実際どんなかんお気持ちだったんですか いやあの初めは、ま、ロンドンって場所聞いてあ大好きな国だどうしよう嬉しいって思ったんだけど、うん、本当に一瞬で,でその後すぐ現実に帰ってあのそう支配人っていうポストをずっと1年間残していただいたまま育休だったので会社,会社どうしよう仕事どうしよう社長どうしようみたいなのがありました。すすすすごごいい葛葛藤藤ででねもう本当にもうすぐにぐ 社長に一旦は連絡してなんかまだその時ショックすぎてやめるとか言えないみたいな、うん、ただ一旦どうしようと思って「うん、すみません」って言ってあの育休復帰楽しみしてたんですけど夫があの転勤になってって一旦なんか自分でもあのびっくりしすぎてるんですけど答えは出てないんですけど報告だけさせてくださいっていうのがありましたそうだそうありました。うんうん で,でも結局は、うん、そうですよね、まあうん、旦那さんが単身不妊っていう手もあったとは思うんですけれども結局は一緒に行かれるっていうことを選んだうんうん、うん、あそうですねなんか夫とも、まあ、話し合ったっていう感じもなかったですけど夫を見ていた時に夫の中ではその当たり前に家族と一緒に行くって思ってたんですよねでやっぱり子供のこともすごい可愛がって、ね、家族全体をすごく大事にしてくれた人なのでか、まあ、彼の中でその 離れるっていう選択肢はないからそこに対してその私が仕事をしたいから残りたいっていうのってもうご違うなって分かったから言わなかったっていうのがありますでも別にあのだからってその受け身で決断したわけじゃなくてまあなんか数週数に多分12週間ぐらい当時考えたと思うんですけどもうちょっとその自分の,そのキャリアっていうことを長く考えた時になんか。 十三年間ぐらいまあ三社経験してずっとその仕事中心でずっとやってきてあのバリキャリって言われることに何かステータスを感じてたりとかしてきてたけどなんかそうじゃない人生を見てみるのもいいのかもしれない、うん、なんかこううんっていうのはありましたで自分の仕事だとあの海外に行くっていうチャンスはなかったのでなんか夫がそういう海外で 仕事をして、生活をするっていうチャンスをくれたので、なんかこっちに乗ってみようって。ああ、そうなんですね。なので、そう最終的に行くまでは、あのワクワクした気持ちで。準備を進めることができました。うん、あ,あ、いいですね。で、実際ロンドン行ってみたら、どんな感じだったんですか、うん。ロンドン行ってみたら、そう気持ちの面で言うと、もう初めはワクワクですよね。なんか。来ちゃったロンドンみたいな形で。 で住んでた場所もあのロンドンの中心地のウェストミンスターというところで分、まあ、かりやすく言うとそのビッグベンとかウェストミンスタージンとかあとバッキンガム宮殿が徒歩10分圏内だったんですよね,いいすね <laughs> だからもう本当にあにずっとテレビで見ていたようなところで自分が住めていて英語そんなに上手じゃないですけどしゃべるのが好きだったから日々日々その英語で誰かとコミュニケーションを取れることで目顔だけでニコッとしてくれてそこからコミュニケーションが始まるっていうその なんて言うの心豊かさというか面白さというかなんかそういうのがすごい楽しかったです。でうすねでただなんかそ,のそういう生活も34ヶ月ぐらい経って慣れてくるとあれ私の頭の中毎日3食何作ろうかっていうことと <laughs> あの当時1歳になった息子この子をどう育てようかっていうことしか考えてない。 であの語学もそんなに堪能じゃないから常にあの助けてもらうことは多いけれども誰かに立って役に立ってるっていう実感もなくてでそれまでの人生はあのその仕事で、まあ、職場においてもだしなんか仕事を通して世の中にこう何かしら役に立ててるっていう実感があったんですよね。 なんかそれが急になんか目の前の子供と家族だけになってしまってるっていうの、ね、であ私いなくても変わらなくないって私の価値ってなくないって思ってしまってうそうすごい思ってしまったんです落ち込んでしまった。でこれねアイデンティティクライシスだったっていうことにあのっていう言葉があるっていうのを帰国してから気づいたんですけどんなんか同じ自分なのになんか全然違う。 全部がマイナスに思いちゃうしなんか SNS とか見てても育休同じタイミングでママになったお友達とかも結構あのバリバリ仕事してた子で、まあ、復帰をしてるのでなんかそういう育児とその仕事の両立頑張ってるとかちょっと上の先輩方とかも、まあ、自身で、まあ、管理職の方も多かったしビジネス立ち上げたりとか子育てしながら活躍してる人ばっかりが私のエッにいたので。 先生離脱したって私、うん、あっち側だったのにそうでなんか SNS も見たくな,なくなったとかそうで夫にはあの夏の旅行かなの時にもうあのついてきたことを後悔してるとか言ってるみたいなそうなんで,す、ね、そうで仕事もなくなって、うん、一主婦でしかなくて誰,に、うん、誰の役に立っている実家もない それはなんか仕事っていうのはやっぱりこうな、うん、そこになんかアイデンティティがひっついていたっていう感じなんですかそう私の場合はねなんかね、うん、仕事だけってわけじゃなくてねあの育児でっていういろ,いろんな方いらっしゃると思うんですけど私の場合は本当に仕事だったっていうそこからどうやって復活っていうかなんかすごく大きいコミュニティを作られたんですよねロンドンで。すそそそううう あ、ちょうどね。今日4周年なんです。すごいおめでとうございます。そう、今考えたら <laughs> そうで、あの今は会員が多分600人ぐらいいるんですけど、そうそう継続するコ？コミックスそう。そう、そう、そうそう。それはあの日本にいる時からあのお友達だったりとか。仕事でも大変お世話になっていた。あの。 ええと、ママ支援コミュニティ、ひめママっていう日本で最大級のか。あのコミュニティがあって、そこの代表の坂上さんがあの。ひめママを世界進出させたいから、かおるちゃん、ロンドンでひめママを開いてくれないって。言ってくれたんです。で、その時、まあ、あの落ち込みのピークだったんで、んなんか。そんな、今の私、そんなことできるほどのものじゃない、ありませんって言った覚えもありますね。 でもそれに対して「いやいやあの本当に小さなお茶会をロンドンで開いてます」ってそういうところでいいからやってみてって言われてあじゃあやってみようかなっていうところででもなんかやるって決めるとなんかやっぱりあのちゃんとやりたがっちゃう人で、うん、じゃあなんかやるんだったらあの私が帰って帰国してからも継続するコミュニティにしていこうって。 だったら誰と組んでやったらいいかなとかどんな人がいたらいいかなとかすごいそのなんか仕事みたいになってであこれ面白いこの,この感覚久しぶりと思ってでそれであの周りの,あの友達にこんなことやったけど思うとかどんどん巻き込んでいって立ち上げたっていう形ですねうんそうなんですね、うん、なんかそのそのコミュニティ自体は、えっとうん、ロンドン在住の日本人の ママあっ<あ>えっ、ー、とね一応ロン,ドン在ロンドン在住じゃなくてもいいんですけど、うん、まあ一応なんか「姫ママロンドン」っていう形であのロンドン中心にあそうあのママとか関係なく「あのあ関係ないんの姫ママ」っていう名前が付いてるから、ねうん、ついやっぱりママコミュニティってあの、まあ、がベースではあったんですけど私が立ち上げるコミュニティはなんはママとかそういうのとか関係なく。 あのむしろその子育てとかも話せる場所いっぱいあるんですよ。ロンドンで子育て中心のコミュニティっていっぱいあって、なんかそうじゃなくてあの子供の話は置いといて私のことを話せるコミュニティが欲しかったんですよね。そうなんですね。そだからそれにおいては別にママって関係なくってまあ、どっちかっていうとあの何かやりたいことがあるだったりとか。 あの日本でこれだけ頑張ってきたけれども力を生かす場がないとかなんかそういうところに課題感を感じている人たちが集まってあの何かを企画してみたりとかあの新しいものを作り出したりとかそういう,こういわゆる子育て能じゃなくて今まで使ったビジネス能を使えるようなコミュニティにしたかったっていうのがあったんです。 面白いですね。で、そこでロンドンで何年ぐらいいらっしゃったんですか。ロンドンで私短くって二年弱だったんです。元々そう元々ともあの二年ぐらいの予定だったんですよね。大体駐在って三年から五年だと思うんですけど、夫の場合細かく言うとトレーニーっていう職種で行ったので二、まあ、年で、だからもうこの姫猫を立ち上げるっていう時には。 もうあと1年半ぐらいしか残っててなくてで実際構想を練ってあの世に出たあの4年前の今日においてはもう立ち上がったら1年後には私そろそろ帰国が見えてるって可能性が高かったので,でもうねあの立ち上げるためにからいなくなるって多分いなくなるって言ってました。<laughs> 1>, <laughs> <んな S 2> <laughs> 1周年記念パーティーがそう,そう別会になると思うって。うん、へすごいですね、うん、でも2年しかいなかったのにそんな大きいコミュニティ立ち上げたってすごいですよね。 あなんかやっぱりあの何かやりたかったっていうのがありますよね、うん、気持ちとして。それとあと、あのロンドンに行く前に、六本木ヒルズで勤めた時に、六本木ヒルズの2万人のワーカーさんを中心にしたコミュニティをやってたんです、ヒルズ部っていうコミュニティ、うん、それでコミュニティ運営経験はあったので、なんかこう場所が変わっただけなんですよ、私の中においては。 ちょうど六本木ヒルズに2万人も働いてるっていうのも驚きなんですけど<あ>そ,そうなんですだってねあの森ビルにねあのいろんな企業が入っていてそうでもみんなあのあの頃ってみんな忙しく働いてたから働きだけに来る町だったんですよ。あ<ー>うん、そうじゃなくてあのもっとそのきっとこの2万人のうちに同じ趣味を持っている人とかね いるんじゃないかってなんかそういう人たちがお友達になったりしたらあのもっと六本木ヒルズのことが好きになるんじゃないかあの仕事の後とか仕事の前の時間が楽しくなるんじゃないかっていう考えがあってもうあのそこう言ってたのは私じゃなくてあの3人の,あの六本木ヒルズで勤めている男性がそう言ってたんですよ。ここういううういいいとややろうぜっってててパーーティーを六本木ヒルズでやっていて 私は面白そうだなと思ってあの参加してそのうち幹事になってたっていう人なんですけどう <laughs> そうだからなんかこう <laughs> 言,言ったことこうなったらいいのになっていうのを発信していけば誰かしらそれにピピッと来てくれて集まってくれてでそういう人たちの力が集まれば大きいことができるんだって思ったんです。でヒルズのコミュニティもね4,000人ぐらいになったのかな。 クリスマスパーティーとかもやってて300人ぐらい集まってで私がその会社の大きなホールがあるんですけどあのそこ借りてあのヒルズに勤めてる人とかあと勤めてなくてもヒルズが好きだったら誰でもよかったんですけど住んでる人とかもうみんなで来てパーティーをして楽しそうですねあで次の日めちゃめちゃ怒られたんですけど支配人が <laughs> 支配人がなんかヒルズの人いっぱい呼んでどんちゃん騒ぎしてめちゃめちゃうるさいしお酒臭いみたいな。<laughs>

また悩みの時期が来るっていう話なんですけど、うん、まずそのあ第二子を妊娠して2018年に帰ってきたんです7月に出産をして気づいたらあの10月とか11月ってなんか幼稚園の受験の時期になっていて <laughs> であのその頃の私その情報がなくてもう宙づになったらもうなんか仕事って 前のような仕事はもうできなくって。で、幼稚園ママになるものだって、周りの人がそうだったから先に帰った人が。そう思い込んじゃってて、私もその流れのままに幼稚園ママになったっていう。そう、でも幼稚園ママになったんだけど、働きたかったんですよ。うんそう。でも幼稚園もなんかいろいろ見ていくうちに、まあ、幼稚園って決めたんだったら、うちの子供が、 最大限にこう楽しめて成長できる場所にしたいと思っていろいろ選んでいったら結局毎日お弁当を作って月曜日は11時半に帰ってきちゃってその日そのほかはえと2時に帰ってくるで送迎バスもないし延長もないっていういわゆるなんか世田谷のかでもガチ幼稚園って言われてるところを選んでしまったんですそ。そんんななな環境なんだけどあの働きたいみたいいみ でもう働きたい、働きたいって言っていたらそのあの、メディアのらしくを運営している会社の伸びたっていう会社があるんですけど、そこの社長が大学時代からの友人で、大学全然違うんですけど、で彼女があの私が私の会社で運営しているらしくっていうメディアは、女性の多様な働き方をどんどん作っていきたいっていう目的のメディア。だから幼稚園ママのカオルが 編集長として仕事をすることができればそれって時間が短くっても仕事ができるって一例になるよねっやってみたらって言ってくれてやるっていうのでやらせてもらったっていう <laughs> <laughs> そうだから多分普通にあのネットでさ検索して幼稚園はもう働くってなると、うんうん、まだなんかあの,あのなんかパートだったりパートっていうのもほらなんかス,スーパーのパートとかそれが悪い時はないですけど。 なんか簡単な事務だったりとか、まあ、要は今までの,その自分の気づ,き気づいてきたあの管理職までやってたキャリアを使,わな使うことができない仕事ばっかり、うん、であのそこでちょっと一回調べたこともあって落ち込んでたんですけど、うん、そうじゃないんだよって事例を作っていったらそうなんですね。じゃあ,まあそこで、うん えと編集長のお仕事に疲れたそうなんです。はい、で、うん、まだ子供があが<す>当時は生まれたばっかりか、えっと、1歳になる前ぐらいから仕事をもらったので、うん、えっとそうそうそう、うん、で上の子は幼稚園今,今5歳なんですけど上の子は幼稚園に行っている間に下の子をベビーカーとか抱っこひもで <laughs> 連れて行って取材をしたりとか打ち合わせをしたりとかそうなんですね。ママ、ま、メディアだから小連れで そうなんです。理解があった感じなんです、ね、そうなんんでですすそう、えっと、じゃあちょっと「ラシックのことをご存知ない方のためにどういうメディアなのかちょろっとお話ししていただいてもいいですか。らしくはですね、えー、と今年でできて6年目で当時あの作られた時に「わーまま」ってネットで検索すると次の言葉で出てくるのは「わーままつらい」とか。 わーママしんどいとかわーママやめたいとかとにかくあの育休から復帰するような仕組みはできたけど復帰した後とにかくみんながつらいみたいなだからもうちょっと若い世代はママになってもいいことないよねっていうのであの出産を控えたくなるとかそういう時代だったんですよね。それをあの感じていたその らしくの運営会社のノビータの社長の三好自身も母親になってそのタイミングでその時につらいだけじゃないやっぱり子育てから学べることもあるしあのうまくできてる人もいっぱいいるだからそういう事例を出していったらもっとワーママがつらいものじゃなくて楽しいものになっていくんじゃないかそういうの中を作りたいっていうので立ち上げたメディアになります。 から、あのまあ、会社員として働いてる方のなんかこうタイ,タイムマネジメントだったりとか、なんか女性が働きやすい職場のことだったりとか、そういったいろんな記事が持ってます。はい、その中の私は3代目の編集長をやってました。そうなんですね。ありがとうございます。うん、それはすごい。本当に日本で子供を作ってキャリアをずっときついでいくって。まあ、アメリカでも結構きついですけど、日本で。すごい大変だろうなと思って。うん そうですよね。まだやっぱりなんかアウトソース使用しようっていうのはだんだん増えてきてますけど、とはいってもまだ心の障壁があるというかそうですね。うん。なんかね、ママギルトとかね。ありま、こんなメディあるんですね。ありますあります。そうですね。じゃあ、えっと、今のお仕事って、えっと、編集長以外にも、はいウィメンズキャリアメンター、キャリア中、 キキャャリリアア支援キャリアマークのなんかいろいろされてるんですけれども、うん、あまずじゃあウィーメンズキャリアメンターって何何ですかあウィーメンズキャリアメンターはあのその女性のキャリアを応援する女性に特化したメンタリングの仕事になります。でなんか女性ってやっぱりライフステージによっていろいろと悩みがあってでその悩みを 悩みがあったことでそのキャリアアップをこう諦めたりとか、まあ、例えばおかしくと管理職になるの諦めたりとかそういったことでその女性の活躍推進が阻まれてしまっているということがあるんですよね。なんかそういったところをちょっと先が行く女性の先輩があのメンターとして関わってあげることで、まあ、企業であの自分も管理職としてちょっとチャレンジしてみようだったりとか、まあ、あとはそのブランクを抱えてしまっていて。 でもうあのこの先のキャリアないかもって思ってしまっている方たちに対してもあのそうじゃないことができている先輩の身としてあのこういう道もあるよっていうことをアドバイスをしたりとかそういった形であのキャリア支援をする仕事です。であのメンタリングって分かりやすく言うとコーチングプラスアドバイスなんですよね。であの駐在態度期間中にコーチングの資格は取っていて。あの そのの方からのこう答えを、ね、導き出して,っていうので応援するっていうこともすごく好きだったんですけどあのその方が持ってない情報とか持ってない答えをあの出してあげることによってその方その課題解決が一気に加速するんですよね。私なんか 喋るの好きだから、なんか聞いてるだけも好きなんだけど、なんか言いたくなっちゃうのもあったんですよ。それってこういうことしてみたらどうみたいな。うんうん、そうそうそう。だから、なんかそんな私にはそのコーチングクラス、アドバイス、のメンタリングっていうお仕事がとってもあっていて、あの、それもその企業向けだったりとか、あの個人であのセッションを受け付けたりとかしてさせていただいてます。うんうん。じゃあ、そのお仕事の魅力とか教えていただけますか？はいはい そういろいろやってるなっていう感じなんですけど私の中ではつながっていて、まあ、キーワードで言うとやっぱりその,女性のキャリアっていうところなんですよね、うん、だからそのウィメンズキャリアメンターの仕事をしていくことによっていろいろな方の,その悩みを聞いたりとかする中で、うん、あのじゃあどういう答えがあればあの役に立てるのかなっていうことにもなるしあとまあアドバイスにあたってその自分の。 失敗経験は意外と、ね、アドバイスになるんですよねなんかその自分の,、うん、あのキャリアの見直し棚卸しをすごくすごくするようになってなんかそうすることによって自分がダメだった経験自体も誰かのための役に立てるっていうことでなんか失敗だらけだけどいい人生だったじゃんみたいな自己肯定感が上がってたりとかするんですよね。でそこで出会った方たちがなんかたまたま中妻だったりとか。 実はもともと私も中妻だったんだよっていうことで今私がやっているその世界の中妻のキャリア支援事業のキャリアマークにもあの知識とか人脈だったりしてつながってたりとかしているんです。キャリアマークの中妻支援というのは、うん、実際にはどういうことをされてるんですか、うん、あ実際は今一番ニーズを感じてるのはで,でやってるのは、えー、と中妻さん もともとキャリアがあって、就労意欲の大変高い中妻さんの、あの中妻さんと企業のマッチングをしてます。人材紹介なるほど。じゃあ帰ってきて帰国してから、<え>あの、うん、マッチングしてもらえるみたいな感じなんですか？あ、そうです。今のところはそうです。うん、で、まあ今のところはって言ったのは、やっぱりそのコロナ禍があってリモート化が進んでいるので、やっぱりその海外にいる方でも優秀などネタクがいれば、ぜひっていう声掛けもかかっていて。 ただなんかあの中妻ってその国によってあのビザの関係で働ける働けないだったりとかビザは OK だけど旦那さんの会社の監修とかあそういったことによって働けないとかいろんな状況があるのであのそうそうし慎重にそこは進めていけたらなと思ってます。すすごい気になってるんですけど、うん、その編集長、はい キャリアマーク共同代表そしてウィメンズキャリアともメンターとたくさんのことされててしかもお子さんがまだ5歳と2歳ってすごい小さくてうん、うん、一体ど,、うん、どうやって仕事してるのか <laughs> ど何が原動力になってそこまでこう突き進めるのかっていうのがすごい気になるんですけど原動力 ただ少し前進をしていくだけでもそのなんか日々日々のちょっとした前進が積み重なっていくと大きな前進になっていくんじゃないかって思っているんですだからあの正直言うとその母親になる前にあのフルタイムで働いていたりとか保育園に預けてフルタイムで働くほどの,その集中力だったりとか時間がな,ないっていう。 なんかそこに対してのジレンマは感じてるんですけど、まあ、だからといってあの何もしないんじゃなくてできる範囲でやっていけばその,そのうちそのあのちゃんとなんていうのかな大きな影響力までいかないですけどなんかどこかで誰かの役に立てるようになるんじゃないかなって。 そういう志があります,そ<う>すあとは何か時間が時間が少ない、えっと、今でいうと、えっと、月曜日はほとんど働けないんです11時半に帰ってきちゃうから、うん、で他は10時から1時までがこう与える10時から1時かける4日とあとはまあ,あの大抵疲れて寝ようしちゃう朝の4時から7時。<laughs> でもそれでカウントすると意外と働けてるんですよ。時で4時から7時で3時間ででそうそう子供がいない時は一切家事しないようにしていて全部一人の時間は全部仕事。なるるほど意外とそれでできじゃあ次の質問したいんですけど心理的になんか日とか向けたとかブレイクスルーがあったなって思うような経験があればちょっと教えていただけますか そそうそうまあ、直近で言うとなんかやっぱりその駐在態度期間があってアイデンティティクラシスからのっていう先ほど由里さんに話した話なんですけどなんかあのもっと何かなかったっけなっていろいろ考えたら学生時代から社会人になった頃かなっていうのが見えてきました。っていうのもあの親が言ったことしかできない人だったんですよねずっと。うん、そう でまあ、もうちょっと言い換えるとなんかあの優秀な子とかいい子っていうのはなんか親が言ったことが全てできる子ってずっと何か思っていてそそそうそうそうでこれまた不思議でうち3人兄弟なんですけど別にあの他の兄とか妹はそういうふうに全然受け取ってないんですよ。真ん中っ子の私だけがもうあの <laughs> ママが言ったことを全部叶えることがいい子って思ったからそれに全集中だったんですよ。 なんかテストの点数、いい点数取るとかピアノもレッスン受けなさいって言ったらピアノレッスン頑張るとかですぐ合格して、ね、なんかあの丸もらってシールもらってママに褒められるとか,なんかそれがそれいい子ねって言われるからそれがいい子ってずっと思ってきていてであの大学受験がうまくいかなかったんです。でその時にあの目の前でこうため息をつかれたんですよね。多分なんか 母としては別にねなんか受験勉強応援してきたのに落ちちゃったのかっていうぐらいだと思うんですけど私からしたらあの母の期待に応えられる子が優秀でいい子って思っていたから期待に応えられなかったっていうので、うん、あのショックでなんか一気に自信がなくなったんですよね。で浪人してもう一回チャレンジするっていう。 こともできたかもしれないけど、もうなんかその落胆させてしまったことで、全くパワーが置かなくなって、浪人も選ばなくて、あの受かった。1個だけ受かって受かったところに行ってみたいな。そしたらなんか自分はここにいる人じゃないって思っちゃってるからなんかいてもいない感じなんですよ。ここにいないみたいな。そんな感じでずっとふわ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 。あの多分不思議ちゃんって思われた大学生活を送って。就職活動がなんかね。バンカラ控えた思ったんですよね。 うん、だからそんな私だから自分探ししてるけど,ししるけどでも結局あの親に決めてもらわないと動けない子ってまだ気づけなくってずっとだからなんか就職の時とかもあのなんとなく自分が興味がある会社も受けてたけどそんな感じだから何がやりたいか分からなくて母に「どこの会社に受かったら喜ぶ?」って聞いたのを覚えてるんですよ。そしたらうん、金融の総合職かなってて言われて <laughs> なるほどと思ってで私、お金の管理は <laughs> 苦手で、あちょっとゆりさんから学びたいんですけど <laughs>、お金、ちょっと銀行無理だなと思ってであの、いろいろ金融系で見たら、なんか生命保険会社だったら、なんかこう、私に響くものがあって、ここなら熱い形を、ことを語って、就職活動行いけそうと思って、で、それで就活したら、あの総合職で内定がいただけたっていう<ー>そう。 で母はなんかそういうふう、まあ「あの子はここの会社の総合職でね」って今丸の内で勤めててねってすごい喜んでたんですよね。で「うん、よしよし」って挽回したって思ったけどだんだんなんかあのそうやってやっていくうちに頑張るのは事務じゃないですか。だからなんかこうああの親が喜んでる会社で働いてるけど「あ私自身この仕事って好きだっけ?」とかあとなんか「一生ここで働きたいんだっけ?」とか。あの そうそう当時初めに言ったみたいにその男のように働くみたいな男に負けずに働く男性負けずに働くってで頑張ってたけど負けずにでもなんかこれずっと続けて私どういう人になるんだろうとか何、うん、かいろいろ思っていて、うん、そうそうでも母は喜んでるからなんかそんなことも言えないみたいなとりあえずどうしようと思って経済力もついたから一人暮らしをしようって思って1、うん、あの一人暮らしをしたいんだって。 させてもらってでなんかその自分の好きなものに囲まれてあの話しかける人がいなくて自分しかいなくてで自分が読みたい本を読んで自分で考えてってそういった結果あ金融じゃないかもしれないもしかしてずっとあの親の理想を叶えることに必死だったかもってでももう一回叶えたからいいかなと思ってでそれで転職を決意したんですよね。 多分これが自分で決めた一番大きなことで転職っていうのがなんかそこからはでリクルートに転職したのであの、ね、上司には「お前はどうしたい?」っていつも聞かれるし。<laughs> パパーーフフェェククトトなな場場所所に行かれたんですね真逆すぎてあの金融の同期からも「えなんでそっち行くの?」とかであのリクルート側からも「えあのどうしてその丸の内の人がこっちに来るんですか?」っていう感じであの入社した時にもカチカチな金融ウーマンすぎて「<laughs> OL ちゃん」ってあだ名つけられてて。 でもなんかさその,そのコミュニケーションとか丁寧すぎてよくわからないからやめてくれるとかあの段取りとかねあの気にしすぎだからやめてくれるとか <laughs> 面白くないとかすごいボロクソ <laughs> 当時の,あのリクルートの同僚に言ってもらって、えー、あとなんか遊んでないでしょって人生遊んでないってくんくんって呼ばれてたんですけど OL ちゃんの後さすが OL ちゃんじゃかわいそうだからくんくんって書いて。 クンクンはね遊び足りてないから遊んだ方がいいって言ってなんかクラブに連れてってもらったりとかして <laughs>、はあ、こんな世界があったんだっていろんなことをあのリクルート27歳ぐらいとかでデビューをしてみたいなこれはさすがに母親にはない世界だよなと思ってうちの母親の中でそこら,辺からなんからすごいあのその自,分自分で決めて自分でやっていくだからなんか失敗した時も。 前はなんか多分お母さんもそういったからっていうのがあったけど今度なんか自分でで決めてるかから逃げ道なないいじゃないですかうん、うん、そう,です、ね、そうだからいっぱい失敗したけど、うん、人のせいにもうできないからじゃあなんで失敗したのかとかなんでダメなのかとか自分で考えなきゃいけないなと思ってそうすごい遅咲きなんですけど、うん、26歳か27歳ぐらいでだ <laughs> から母親にもなんかさどっかのタイミングでさすごい変わったよねって。<laughs> ええでもそれいいですねうん、うん、えとじゃあ,あの、はい、これから先、はい、なんかいきなり話が変わって申し訳ないんですけど <laughs>、はい、これから先どんな世界を作って、はい、どんな役割を果たしていきたいと思いますかそうあま,まずパッと思いつくのは今私はその世界の駐在妻さんのキャリア支援事業をしてるので。 なんか私のようにその情報がなかったことによってキャリアを諦めることがないようにあのいろんな情報を伝えていきたいなと思ってます。あとはあの本当に少しずつなんですけど日本の企業、まあ、外資系企業もそうですけどあの中妻さんって本当にあのいろんなことができて,なんていうのかな優秀って言ったんですけどあの仕事ができる人だよねっていう。 ところが、あのだんだん伝わってきているので、なんかそういった形で、その帰ってきてからまた活躍できるんだよっていう道を、あの、作っていきたいなっていうのが、その私のビジネス、ビジネスの世界においてはそうです。あとは、まあ、なんか人生でいうと、みんながみんな人生の主役でいいんじゃないかなって思ってるんです。だから、なんか私なんてって思わないで、私はこういうことがしたいっていうことを、なんか応援できるような人になりたいし。 が応援できるようなコミュニティを作っていってなんかあの時一言言ってみてよかったみたいなこう一歩踏み出せるような人たちをたくさんたくさん出会って応援していきたいなと思ってます。じゃあ今立ち止まってモヤモヤしている女性にどうすれば一歩を踏み出せばいいかアドバイスがあれば教えてください。はしていいと思うんです だからしてる私がダメじゃなくてしていいなってまず思っていてでなんか私もなんか今朝もモヤモヤしたぐらいなんかよくモヤモヤしてます。でどうすれば一歩踏み出せばいいのかモヤモヤに向き合ってみるのがまずいいのかなと思っていて何でモヤモヤしてんだろうなってまず向き合ってみるであのその理由を考えてみる。でこのモヤモヤっていつも経験してないかなとか、うん、ちょっとその。 他の場面でのモヤモヤと重ねてみる。でなんかそうすると意外となんかいつも同じようなことでモヤモヤしている。でなんかじゃあそのモヤモヤってな何の経験の時なのかなとか今度経験と重ねてみてでその経験の理由って何だったんだろうなっていくとなんか意外となんか昔にあったこととかがあの結びついたりするんですよね。 でなんか言葉で言うと簡単そうに聞くわけど意外となんかまあ難しいのかもしれなくていや今聞いてみてでもちょっと難しいよって思うことであれば、ね、例えば、ね、ゆ,りゆりさんにお話を聞いてみてもらうとか、ね、あのいろいろそのコーチだったり私もキャリアメンターですけどキャリアメンターに話を聞いてもらうとかあとはなんかお友達とか旦那さんとかでもいいと思うんですなんかちょっと今こういうことでもやっとしてるんだよねって言ってみることによって あの意外と大丈夫になるかもしれない私も今朝すごいなんかちょっとしたことですごいもやっとしちゃってなんかもやもが晴れなかったから、うん、あの夫に話したらあの一言「いや意外と人はそういうこと気にしてないと思うよ」って「大丈夫だよ」って「俺もそういうのとか気にしてないよるちゃんの」って言ってくれて「うん、あそうなんだ」みたいな <laughs> でもなんか毎回なんかそういうの気にしてる私みたいな、うん、なんか言ってみるだけですごく軽くなったんですよね。 だから、もやもやはしていいし、見つめてみればいいし、で、分からなかったら、誰か話してみればいいんじゃないかなって思ってます。はい、ありがとうございます。えっと、じゃあ、最後に、はいえー、カオルさんの、まあいやされ、いろいろされてるんですけれども、フォローとか、あとは会社情報とか、はいえっと、何か告知したいことがあ告知 そうですね。はい、そ本当にあ <laughs> りさんおっしゃっており、いろいろしているので何話そうと思ったんですけど、<laughs> えっとですね。あのあ、今あのいろんな方から来ましたって嬉しいって言ってもらえてるのが、その中、妻キャリア支援事業のキャリアマークで新しくリリースしたセミナーです。で、えっと3月11日にあの駐在に行く前になったえ。行くことになった人が渡航前に。 キャリアのことをとことん考えていこうっていうセミナーをやります。特攻マイキャリアセミナーが3月11日。あとはあの私自身もあの他でちょっと登壇させていただくんですけど、これはあのキャリアメンターの仕事の方で、まあ、メンター4のセミナー登壇で3月6日にはあのあじゃあ3月9日にキャリアのブランクを強みに変える3つの方法っていうことでお話をしていきます。 で、もう一つ、あの日程が遡っちゃうんですけど、三月六日には、そのウィメイズキャリアメンターって何なんだろうって。ちょっと仕事にしてみたいなっていう方に向けての、あのベーシックコースの講師もしていきます。なるほど。うん、ありがとうございます。はい。で、こういう情報は、あの。最近、あのクラブハウスも。やり出したので、でね、クラブハウスってさ、そう。ツイッターと。 あのインスタに連携してるじゃないですか、はい、なんかほとんどなんか忙しくって、ツイッターとインスタってできてなかったんですけど、最近ちょっとずつ頑張りだして、インスタの方にはあの、いろいろやってる活動がまとまるように投稿頑張ってますあ。そうなんですね、じゃあインスタを載せ,て、はい、載せましょうかね、インスタと、うんうん、あとこのイベント、リンクをショーノートに貼ります。はい あ、フェイスブックも貼ってもらえるんですか。フェイスブックも貼りますよ。一番、一番私らしさがわかるのはフェイスブックで、ずっとフェイスブックだけは頑張ってたんですよね。あ、そうなん、ねこれ。そうそうそう,そう、うん、で、フェイスブックはローマ字で鎌田薫って検索していただくと。はい。あの、中妻キャリア支援してる人ですみたいなのが出てくるので、はい、それでわかると思います。 はいじゃかおるさん、今日もいろいろ話聞かせていただいて、はい、ありがとうございます。はいはい、すみません。脱線したかもしれないですけど。<laughs> 最後までお聞きいただきありがとうございました。もしこの配信がお役に立ったという方がいらっしゃったら、ぜひお友達とシェアしていただくか、または配信登録、星マークポチ、レビューの方などよろしくお願いいたします。2021年は無料の Facebook グループ、Happily Ever After 未来デザインで動画配信もしていく予定です。 自分も世界も変えていきたいと思っているメンバーとともに一緒に高め合っていけるようなグループにしたいので興味のある方は小ーノートのリンクからぜひ参加申請をお願いします最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって夢を実現できる人になるコーチングセッションに興味のある方はメールアドレス info at ud-media.com からメールまたは小ーノートのリンクからお申し込みください 現在、もやもやからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中です。これもショーノートにリンクがあります。